寝たな。ちゃんと炊けてたわ。米洗うって言ってさ、洗剤入れてないからね、俺言っとくけど。職場でやってっからね、別に米とくぐらい。うん。職場で洗ってっからって、職場にね、一体何枚の皿を洗ってきたか分かんないからね。だから洗うことは別に苦じゃないんだけどさ。ちっせえ、これちっさすぎるか。よー、どうもサブちゃんです。サブちゃんだったのこれ。クープだ。だってカーテン閉めたもん。なにこれ。斜めって何、斜め。いいやん、斜め。テレビだって斜めだったからさ、そうするしかなかったんだ。どうこの椅子。ああ。組み立てに30分かかったよ。おい、座んなよ、お前。これでやってんの。そう、これでやってる。いいでしょ。もう来た時から散らかっとるからね。確かに。あれは知らない知らない知らない。なんでさ、こんな中途半端のところに1個だけなの。しゃあないやん。ここに1個なのか分かるけど、なんでこんな中途半端。いや、まだ今からやろうと思ってるけど。めちゃくちゃスタートでめちゃくちゃ参考。見過ごせないっすね、これ。なんすか、これ。ちょっとこれは、やっぱりちょっとこれ見過ごせないっすね。コンビニ付き合い。ちょっと、あなた、ちょっとこれを見過ごせないっすね。あなたの金。炊飯器。炊飯器ピッカピカっすね。何のための炊飯器っすかね。お前、よかったね。入ってきたんが俺たちで。鍵開いとったよ。お前、鍵ぐらい閉めとけよ。お前一瞬、お前死んだのかと思ってる。よくあるさ、コナンのアニメみたいにさ、死んでるのかと思ったぞ。コナン風に入りますよ。プラットを立てて。だからさ、よかったぜ。よかったよ。たまにある。そう。平和。もうお前さ、やばいでしょこれ。ちょっと、何これ、プリン。ちょっとコンビニしっとりロールケーキに。ほらもうこんなもん食ってもさ。うん、で、自分たちね、今買ってきたら持ってくるんでね。